ち破った馬長たち討伐軍。蛇砲の儀式を阻止できたものの、清盛はしかし新たに仲間となった仙人佐治の導きによって清盛の居場所はすぐに判明した。帝軍山、容器の流れから判断するに、そこが蛇砲の本拠地に違いなかった。今こそ悪しき蛇砲を打ち砕かん。疑心を燃え立たせ、馬長らは進軍を開始。追い詰めたぞ平の清盛、我が正義の槍で。じゃ、うん、今こそ蛇を破り正しきを表すのだ。正しき義を胸に、いざ。私たちはどうしたと。とにかく出陣ですね。孫権様はどうなるか。清盛を討ち、蛇砲を砕くのだ。待て、馬長殿。後方に龍馬に襲われている一団がいる。我らを救わずに義をなしたとは言えまい。では私たちが救援に参りましょう。それ先輩、悪いね。行くわ。お前のお仲間みんな俺の言いなりなのよ。そんな、ここは俺に任せて先に逃げな。大丈夫だ、必ず追いつく。小牧長久手でもそうだったから。妖術が可能、君な戦慄を感じます。急ぎ向かいましょう。ここでしんがりを買って出るかよ。この男だね。猿に言われても嬉しかねえな。平の清盛を打ち破った馬長たち討伐軍。蛇砲の儀式を阻止できたものの、清盛はしかし新たに仲間となった仙人佐治の導きによって、清盛の居場所はすぐに判明した。帝軍山、容器の流れから判断するに、そこが
邪法の本拠地に違いなかった。今こそ悪しき邪法を打ち砕かん。疑心を燃え立たせ、馬将らは進軍を開始した。追い詰めたぞ平の清盛、我が正義の槍で邪法、今こそ邪を破り正しきを表すのだ。正しき義を胸に、いざ敗乱。あの、私たちはどうしたら。とにかく出陣ですね。孫権様を問われている。あなたと一緒で嬉しいよ。行くぞ。今日こそ清盛を討ち、邪法を砕くのだ。待て、馬将殿。西方に王門に襲われている一団がいる。彼らを救わずに義を成したとは言えない。では私たちが救援に参りましょう。孫権様、どちら。悪いね、お前のお仲間みんな俺の言いなり。平の清盛を打ち破り、しかし新たに仲間となった仙人佐治の導きによって清盛の居場所はすぐに判明。帝軍山、今こ追い詰めたぞ、うん、正しき義を胸に。いざ。あの、またと孫権様と。行くぞ。今日こそ清盛を討ち、邪法を砕くのだ。待て、馬将殿。西方に龍馬に襲われている一団がいる。彼らを救わずに義を成したとは言えない。では私たちが救援に参りましょう。そうか、どちら。悪いね、お前のお仲間みんな俺の言いなりなのよ。そんな、お願いみんな目を覚まして。ここは俺に任せて先に逃げな。でも大丈夫だ、必ず追いつく。小牧長久手でもそうだっただろう。これぐらいにしといて。敵将、討ち取ったよ。妖術が奏で、不気味な旋律を感じます。急ぎ向かいましょう。ここでしんがりを買って出るかよ、色男だね。猿に言われても嬉しかねえな。
から泣くなよ、聖女さん。その素敵な笑顔のまま前に進め。やあな、色男、楽しかったぜ。さあ撃って、次の獲物を探しに行くか。遊びすぎちまったか。一時退散だ。また来るぜ。ああ、どうしたらみんなを正気に戻せる。術者である孫悟空を倒せ。希望を持って戦い抜きましょう。はい、待っていて。消えて少子、この程度の軍勢で俺は止められん。イラシシムシャは何しかない。背後が危ういぞ。するとしますか。お願い、引いてください。いやいやいや、目の覚める戦ぶり見事。すまねえ、おっさん。
一人魔法に惑わされなかったとは、と強い自信をお持ちなのでしょう。一気という言葉はよくわかりませんが、私はただ強くになっていただけです。みんなを助けたい。ここまで追い詰めておきながら清盛を打ち漏らすとは。だがこれで邪法の本拠は制圧した。以後操られる者も減るだろう。正しき義の勝利だ。妖術に操られ妖魔の手先になるとは。勘それは我ら皆が感じていることだ。二度と我らのようなものを出さぬために、平の清盛は打ち果たさねば。というわけで俺たちも協力させてもらうぜ。危ないところを助けていただき、この世界の平和を取り戻すため、私もお手伝いします。それにあなた方は時を渡ることができると聞きました。その力を貸していただければ、きっとあの人を